皆さんこんにちは、水彩スケッチの五十嵐です。今回は横浜元町公園にあります西洋館ベーリックホールをスケッチしたいと思います。どうぞ最後までご覧ください。この逆光気味の風景はとても絵になります。光と影を生かして描いてみたいと思います。まず最初に鉛筆で建物の窓の位置や道路、樹木などどのあたりにどのくらいの大きさを描くかあたりをつけます。今回は遠近法の教科書のような構図なので、いつもより少し慎重にあたりをつけていきます。次に 0.3 ミリの耐水性サインペンで主役の部分から大きく捉えて細部へと描いていきます。窓枠など輪郭線のはっきりしているところは筆圧を強めに描くのがコツです。窓枠や格子は窓がいくつも離れていても一直線に見えるように当たりに沿って描いていくのがポイントです。樹木は筆圧を弱めて描きますが、木の幹だとかヤシの葉っぱのように線の強いものは筆圧を強めて描いていきます。次に 0.8 ミリの耐水性サインペンでさらに強調したいところを描いていきます。色塗りも主役の部分から書きます。前回同様この熊ドリフで1本で全て塗っていきます。
芝生の部分は水を多めにして、紙の上でグリーン系とイエロー系をあえて混色していきます。樹木も光の方向を意識して、光の当たるところは明るめに、影の部分は暗めに塗っていきます。奥の部分は距離感を意識してあえてラフに塗っていきます。木の幹の色塗りも光の当たっている部分を少しだけ白く残して塗るのがコツです。とにかく奥のところは樹木にしても建物にしてもラフな塗り方をして距離感を出していきます。凹凸のあるモルタルの壁を表現するため、あえて水を多めにしてムラのある塗り方をします。水を多めにしたところがにじんでしまうことがありますが、ティッシュを軽く押さえれば大丈夫です。いよいよこの逆光気味の構図の影色を入れていきます。同じ影の部分でも、影の強いところ、弱いところがあります。その掛け分けをしていくことがポイントです。
この樹木の影が一番のこの絵のポイントになります。この樹木の影の角度、そして、葉っぱの表現、これを慎重に表現しながら塗っていきます。空は筆に水を含ませて、塗る部分を水で濡らしてなじませてから色を塗っていきます。最後に影色の強さのバランスを整えてから仕上げになります。はい、これで完成です。光と影を生かして爽やかな風景スケッチに仕上げました。今後もさまざまな風景スケッチをお見せします。よろしければチャンネル登録といいねボタンお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。